ロシア軍が南部ヘルソン州の州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川ドニエプル川西岸から11月11日にロシア軍が撤退して以降、この方面での戦況情報がほとんど伝っていないんだ。撤退直後は一時、ウクライナ軍が東岸に渡っていて戦闘が行われているかのような情報が見られたよね。また、ドニプロ川を挟んで砲撃戦が展開されているとの情報もあるが、それを裏付ける動画や画像などは SNS 上でも見当たらないようだよ。そうだね。さて今回は、ウクライナ南部ヘルソン州においてのドニプロ川を挟んだ攻防戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ヘルソン州内でドニプロ川を渡過できる橋はすべて両軍の攻撃によって破壊されているため、渡過の手段が浮き橋や橋桁を利用したフェリーなどを使うしかない現状では、動員可能な兵力がロシア軍に比べて圧倒的に少ないウクライナ軍は、軍部隊に人的な損害を出したくないであろうことから、ドニプロ川の強行渡過作戦を実施することはないとの見方がほとんどなんだ。ウクライナ軍はヘルソン州内においては、ヘルソン市から上流の水力発電所のダムがあるノバカホフカまでの間で、渡過作戦を展開するとは考えにくく、このまま川を挟んだ長距離砲撃戦や、互いにドローンを飛ばし合っての偵察や攻撃が続くのではないかとの見方が出ているよ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、2014年に一方的に併合されたクリミア半島の奪還を目指すことを宣言しているため、ウクライナ軍をなんとかドニプロ川東岸に渡したいところなんだろうけど、仮に渡過に成功して東岸に部隊を送り込んだとしても、戦車や軍用車両が渡れる橋がない現状においては、増援を送る前にロシア軍からの反撃を受けて殲滅される可能性が高いのも事実なんだよね。ヘルソン州の上流にあるノバカホフカの水力発電所用のダムの上を通る橋もまた両軍の攻撃によって通行が難しいとされているため、ウクライナ軍としてはヘルソン州内で渡過が可能な地点を探しているものとみられ、ドニプロ川河口の西岸にあるムイコラーユ州のオチャキフから数キロの東岸に横たわるサス、キンブルン半島に偵察のための特殊部隊を送り込んでいるとの情報もあるんだ。この半島はウクライナ側にとってはムイコラーユの喉元に突きつけられた刃物のような位置にあって、目障りなだけでなく、クリミア半島を奪還する際の拠点として重要な位置でもあるため、東岸で再編成されたとみられるロシア軍部隊の配置によっては、クリミア半島奪還の足がかりとして確保したい思惑があるとの見方があるね。また、ノバカホフカからさらに 200km ほど上流の、現時点でウクライナ軍が確保しているザポリージャ州の州都ザポリージャからメリトポリを経てクリミア半島に至るルートがあると指摘する声もあるにはあるが、ロシア軍がメリトポリの守備を固めて要塞化しつつあるとの情報があるほか、ドネツク州のロシア軍部隊に横槍を入れられる可能性や、補給線が伸びきったところを遮断される恐れがあり、よほどウクライナ軍が兵力的に増強されない限りは現実的ではないとされ、それらのことから、ヘルソン州の攻防は当面の間ドニプロ川を挟んだ砲撃戦で互いの様子を伺う展開になると見られているよ。ウクライナ側にしてみれば、以前より親ロシア派武装勢力が根ざしていて、ロシア本土と接している東部ドンバス地方の奪還に注力するよりは、同じ親ロシア派の住民が大いにせよ、地政学的に国会を抑える位置にあり、造船設備などが整っているセバストポリ軍港があるクリミア半島を奪還に重点を置くのは当然だよね。また、クリミア半島を確保しておくことで、ロシア海軍の黒海艦隊の活動を牽制することが可能となり、ヘルソン、ムイコラーユ、オデーサなどの港湾都市の海運の安全を確保することができることも、穀物輸出で外貨を稼ぎたいウクライナとして優先事項であることは間違いないと思うよ。そのためにはまずドニプロ川西岸のウクライナ軍部隊を東岸に渡過させなければならず、まずは東岸に展開しているロシア軍を大きく東に後退させる必要があるってわけだね。となれば、ドニプロ川西岸からロシア軍を駆逐した際のように、ロシア軍後方の補給路や兵站関連施設、司令部や兵舎などを、高機動ロケット砲システムハイマースによる長射程 GPS 精密誘導ロケット弾や、155mm 榴弾砲から発射可能な M982 長射程誘導砲弾エクスカリバーなどによって、確実に潰して補給と指揮系統を潰して弱体化させることが必要となると思うよ。ただし、ウクライナ軍がこの作戦を取った場合は、この先さらに時間を要することになり、この侵略戦争の影響で物価高騰に悩む西側諸国が、果たして現在と同様の支援を継続することができるかどうかが大きなポイントになると見られているよ。侵略開始当初、西側諸国からの制裁によって経済が行き詰まると見られていたロシアは、外からは苦しんではいるように見えるものの、戦争継続が不可能になるほど困窮していないとされ、部分的動員令によって高まったロシア国民の不満も最近では西側には全く伝わってこないし、プーチン大統領の失脚を期待していた西側諸国の当てが外れたような形になっているよね。これから厳しい冬を迎えるウクライナに対して、ロシア軍は民間の電気や水道などのライフライン関連のインフラ施設への無差別攻撃を展開していて、ウクライナ国民は戦場となっている地域の住民のみならず、首都キーウ以下、全土にわたり生活面で困難を強いられていて、厭戦気分が次第に広がりつつあり、これまで国土防衛への意識で高まっていた戦意が少しずつ低下しているとの見方が広がっているらしいよ。それらのことから、過去において冬将軍を何度も味方につけて勝利してきたロシアは、冬季の戦争に強く有利であるといった見方が出ているが、これについては見当違いとする指摘があるね。ロシアが冬に強いとする根拠は、過去においてナポレオンやヒトラーなどの侵略者を冬将軍の援軍を受けて撃退したことを挙げているんだろうけど、いずれも国土を侵略されたロシア旧ソ連が侵略者から地の利を利用して奪還した勝利であり、今回はそのロシアが侵略者だもんね。さらに、ウクライナは旧ソ連時代にロシアと同じく、冬将軍の協力で侵略者を追い払った国であるのだから、自分たちの祖国における冬期間の戦闘であるのだから、冬将軍を味方につけることができるのは、むしろウクライナだと思うよ。ウクライナの戦場におけるロシア軍兵士たちの生活環境が劣悪であることは、侵略開始当初から様々なメディアからの報道や、兵士たちが自ら投稿した SNS などからの情報によって明らかにされており、予備役を動員しても満足な装備を与えることができていないロシア軍が、兵士たちが厳しい冬が乗り越えることができるように配慮するとは考えにくく、野営しているロシア軍兵士たちの行動力が低下し、それでなくとも低い士気がどん底に落ち込むであろうことが指摘されているからね。このような状況下において、ウクライナ側にしてみれば西側諸国からの支援が受けられるのであれば長期戦にしてロシアが力尽きるのを待つのが正解ってところかな。しかし、ロシアが現状のまま自らの死を待つはずもなく、最近あまり口にしなくなった核兵器使用を再びほのめかして西側諸国の行動を牽制する可能性があるね。また、ほぼ支配下に置いている、ウクライナ最大かつ欧州最大の規模を持つザポリージャ原子力発電所を人質にとって強引に、ロシアに有利な条件での停戦を提案する可能性もまた高いよ。アメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO 加盟諸国は、侵略開始以降ロシアの読みを裏切るように一枚岩となってウクライナを支援してきたけど、それぞれお国事情を抱えているためこれ以上の戦争長期化を良しとせず、半ば強引にウクライナに停戦を承諾させる可能性は否定できず、戦争の長期化はウクライナにとっては好ましくないとの見方が出始めているよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。